ザビア・クガートは、スペイン出身で、アメリカ合衆国で活躍したラテン音楽楽団のバンドリーダーである。ルンバの王様とも言われる。1900年、スペイン・カタルーニャのジローナで生まれる。本名は、フランセスク・ダシス・シャビエクが民外でブルイ・デウロフェウ。5歳の時に、家族ともども、キューバに移住する。ハバナで、クラシック音楽のバイオリニストとして、教育を受ける。 1915年7月6日、家族と共にニューヨークに移住する。早いうちに音楽業界で活躍し、単語がブームとなっていた時代に、バイオリニストとして、楽団、ザ・ジゴロスに所属する。しばらくして、ロサンゼルスタイムズで漫画を担当した。漫画家としての仕事は長く続かず、音楽業界に戻って、バイオリストとしてよりは編曲そして四季の方面で、 活躍することとなる。1920年代後半には、音声付き映画が定着し始め、音楽入り映画も普及し始める。映画編集者としてクガートは、短編ミュージカル映画に、単語楽団の録音を入れる作業を手掛ける。1930年代初め頃、映画音楽で、ザビア・クガートの楽団が注目を集め、以後バンドリーダーとしての活動に専念することとなる。 1931年に、ニューヨークを代表する高級ホテルである、ウォルドオフ・アストリアホテルの現在の建物が完成し、オープニングセレモニーに、サビア・クガートの楽団が招待される。ホテル所属の楽団のリーダーが、ジャック・デニーからクーガートに変えられる。それから、16年間、ウォルドオフ・アストリアホテル楽団を指揮する。それと同時に、ロサンゼルスとニューヨークとを行き来するようになる。 1934年には、ラジオ局の土曜の番組3時間を担当するまでになる。映画にも数多く出演することとなる。1940年には、アルベルト・ドミンゲス作曲のペルフィニアをヒットさせ有名にしている。アメリカ合衆国において、マンボやルンバなど、ラテン音楽の地位を固める貢献者の一人となる。1946年には、マイアミビーチルンバが、 全世界でヒットしている。1970年にスペインに戻るが、1990年まで音楽活動を続ける。日本においてもラテン音楽愛好者の間では、知名度が高い。1990年10月27日、スペインのバルセロナで死去。なお、ザビア・クガート楽団はその後もしばらく活動が続けられた。ありがとうございます。